ズッキーナに質問です。はい。京浜東北線の車内で知らないババアにぶん殴られたことはありますか？どういう状況で？よくあるもんね。いや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 、ないと思いますけど。もう本当にデビューしたてのアイドルのことが大体あること。ありがちな質問だったかな？これは。ちょっと。ちょっとストレートに行っちゃったなんかね。ああ、いや、ないですね。ああ、そっか。そう。ないタイプだったね。そうですね。ゴム、ゴムゴムなんだね。ラッキーだったのかもしれない。ラッキーだったね。そうですね。ということで、現役東北線のご利用の方はですね、気をつけていただきたいなというふうに思っております。千葉県川崎市、ヘダッコ、ズッキーナは、大きなハサミを使って道に止めてある他人のバイクを犯したことありますか？ないです。あ、そうなのかな。ないですよ。うん、それはダメじゃないですか、そんなことしたら。昔はね、うん、バーンってちょっと気合い入れるとね、カウルが外しやすいバイクとかもね、多かったから、原チャリぐらいだったらね、3、4分あれば。いや、ダメ。うん、ロックしてないやつとロックしてるやつちゃんと見分けるからね。何気に触れるぐらいでね、ダメだよっていう話。こういうことしちゃダメだね。そうですよね。そんなの絶対。うん。何盗んだバイクで当選しようとしてるんだよね。何自由になれた気になってるんだってね。東京道田区、大器晩成。ズッキーナに質問です。はい。楽屋に発煙筒を投げ込みたい声優さんは誰ですか？ないそれ、ないいないですよ、そんな人。男性俳優さんかな。どっちかな。うん、シグマセブンにはいないかな。大丈夫かな。どっちかな。うん、青鬼かな。青鬼プロかな。そう、青鬼の方にはいる。どこらへん。いませんよ。あ、本当。いないですよ、そんな。あら、ランティスから出してる人全員敵だと思ってるみたいな。違う違う。そっちじゃない。もう実際の名前を言ってください。本当に。いやもう、そうかなと思っちゃってごめんなさい。いやそんなの。聞きかじっちゃって、もう、頭いっぱいで、もう、アニメージュとかしかもう、読んでないから、それだけ出てきたら頭だから。ニュータイプとかで出てきちゃったら、今ここまで来ちゃった。もう、40過ぎまでそれだけできちゃったから。ごめんなさい。うん。そうじゃないんだ。ないんだ。みんな仲良しですから。そうだよね。ないよね。